こんにちは、カイチです。キングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。さあさあさあ、あ、担いどこもこれね、失敗から学ばなきゃいかんよね。逃げ切れるかな、壊された場合。ちょっと難しいかもしれないな。おう、始まった。というかめっちゃ稼いどるやんか。はーい、どうぞいらっしゃい、いらっしゃい。ちょっと弓兵の数が足らんかな。来た来た。ああ、そう、上を狙わない。上を選んだよ。上を打って、違う、上でしょ。君は上でしょ。そう。大工さん。あ、やばい。違う。バリスタさんは、あの、幽霊行け。幽霊行かんといかんって。よし。お、いいね。頑張っとる。いいよ。大工頑張れ。あ、違う。危ない。あ、農家やられるね、これ。くそ。よし、バリスタさん、頼むぜ。お、素晴らしい。そうか、じゃあ普通に弓兵がとどめさせてくれた感じかな。跡地はどこだ、これか。復旧も楽勝じゃん。すごい、いいね、作戦通り。ちょっとね、で、右側もうブラッドモン来たら、あの、ユピ来るんで、相当準備しとかないといかんですね。左側はもう端っこまで行きたいんですけど、ちょっとまだ右側は、任せられないというか、ちょっと不安要素が高いかな。さあ、みんな行こう。よかった、でも農家が無傷で。結構リスク背負ってここ作ったんで、嬉しいね。でも船も作れます。もういつでも、いつでも行けるように。まあ、今回はたまたま生き延びることができたけど、もう次はないからね。バリサバさんもぴったりくっついてるし。大工さん新しく作る必要なかったな。よし。そうだね。カタパルト。カタパルトっておきましょう。あ、そのために、あの、大工を作ったと言っても過言ではないかもしれん。まさかとは思うが。まあ耐えれるでしょう。あれ以上のアタックはないはずだ。さっきユピーが多分3体はいたな、絶対。どうなんだろう。来るかにもよるか。そうなんだね、カタパルトない分結構きついな。小物相手にきついぞ。耐えろ。ここはもう耐えるしかない。よし、完璧。任せられるね。もうカタパルトも追加だし。よし、左へ行こう。左へ行くんだが、鹿ってどこにおったっけ。
鹿、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 ただそういうことを言っとると前みたいに足元救われかねん。救われてきた。そしてこけまくってきた。だから慎重にならんとね。おびっくりした。ほんとびっくりするわ。一応ああいいわ、もったいない。そうなんだよ、お金はあるんだよな。やっぱ仕官しといた方がよかったね。あっ、馬がいるじゃん。しかもスタミナ抜群の。あーでも黒はまだ見たことがないから黒だね。ギリギリまで稼ごうかな。いやでもね、狩人たちがめっちゃ稼いでたからね。あっ、びっくりした。さあブラックホースは何がどういう性能があるんだろうか。あっ、この船の近くにクマが来たっていうのは結果的にはかなりいいね。あれかな、この手紙のなびき方が違うんかな。うわわわ、分からんもんな。これか。ないよね多分ね。左足にはないよね。よし、左ほぼ完了。なんかスピードが速いのかな。あ、速いかもな。速いかもしれん、これは。スピードか。スピードの黒。スピードだな、多分。よいせい。これちょっと気になるのが、これ、ああ、コインあげたら強くなるのかと思ったけど、そういうわけではない。さあ、高飛びの準備するよ。で、おそらく大工3人浮いてるから、さらに3人作らないかな。だから、船に乗る。さあ、で、よくよく考えたら、騎士兵乗せないと。よいしょ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 。なんか全然見えないな。めちゃくちゃコインいるな多分これ。島が進むごとに必要なコイン枚数が増えるのかな。さあ君たちならできるよ。はい、楽勝。ほらバリスタばあさん見てごらん。あなたが作ったバリスタがこんなに活躍してるよ。左端行こうか。多分お金相当溜まってるからね。ああ気持ちいいな。なんかめっちゃ速く走る。これはこの馬が速いのか、熊がめちゃくちゃ遅かったのか、どっちかだね。騙されとるかもしれん自分は。実はこれは馬としては普通のスピードなのかもしれん。でこれは点滅が1回あって、もう1回パパってなったらもう結構限度。1回パパッ、ういっ、こんな感じですわ。でバグるっていうのは何が起こるかというと、
今説明しづらいんだけど、この到着した地点の左右がの画面が真っ暗なんですよ。で一応その真っ暗な部分を抜けて例えば左に行くとこういう通常のゲーム画面になるんだけど、その真っ暗な部分にまたこのキャラクターをそこを移動しようとするとそこだけ真っ暗になるっていうバグになるんですよね。何すればいいかっていうと、セーブしてアプリ落としてもう一回立ち上げるっていうことやれば大丈夫です。で結構それがそのなんだろう、遠くに行こうとすればするほどなりやすかったかな。パッとなってパッパッバグるかな。ああよかったよかった。おー結構無職がいっぱいいるぞ。そろそろ完成じゃないですか。どうですか。お、完成した。よしよしよし。いってらっしゃい。おじいさんいたら最高だったけどな。もう作れんよね。左にもう騎士2人いるから。これで3人目になったりするのか。そしたらコスト結構低いな。よし。で右側が一組だからもう一組作って、もう一組いっちゃう。いやそうすると付き人狩人が増えちゃうからそれやめとこう。いやスッキリ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 。これで無茶してもいいね。まあしばらくすればだけど。いやーなんか安心感が違うな。あとはもう人呼ぶぐらいしかやることないかな。かなりいい感じで進んでんじゃないですかね。ちょっとまたコツをなんか掴みかけてるような気がしますよ。このなんだろう、実況動画を撮り始める前もかなり自信はあったんですけど、なんか撮りながらどんどんブラッシュアップしてるような気がします。というかすごい人数だなこれ。さあ大工さんが挑発してゾンビさんも来る。ジオジオ来るね。よし楽勝だね。気持ちいい気持ちいい。楽勝楽勝。通常でもユピーまだ来ないんだな。ゴーストとかもうバンバン飛んでくるかもと思ったけど、もう一個ゲート壊すとなるんかな。あ、そうか。あそこのゲート壊すまでは右は全然進めんか。こんなに近くにあるもんね。壊したいね。ちょっと船が着き次第壊しましょうよ。
誰に言ってるんだって 自分で決めろよって話ですね。いや、スタミナもまあまああるし、黒馬いいな。やっぱいっぱいあるね。これは最後にここに到着した時にもう本当にいっぱい欲しいから、エプロン着てんのかな。いにしえのエプロン鍛冶屋さん。あ、そういうことか。そういうことね。あの銅像やると、あの島中の壁を鍛えて、なんかこうちょっと光ってますよね。あの防御力上げるんですよ。そういう儀式をしてくれるんで、それで来てくれたんだ。木を切るよりも優先順位高くなったね。いや、まさか壁一枚でここまで頑張れるとはな。これここ壊れたらもう本当農家終わりますもんね。ここ作ったってしょうがないし、まあ、作ってもいいけど、木のことを考えると作ってもいいのかな。でもカタパルト要員の大工さんがいなくなるか。あれ、あ、お腹いっぱいにして、よし、壁作っちゃおう。秘書のあなたにいっぱいお金を預けて、はい、ということで今回の動画はここまでになります。次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。